すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、13番ホール362ヤードパー4です。打ち下ろしの右ドッグ、2打目は打ち上げの砲台グリーンになっています。落としどころはバンカー右のフェアウェイ奥です。奥の赤く今で260ヤードなので、追い風打ち下ろしということで220ぐらいの距離がベストなティーショットの距離だと思います。フェードで、ナイスフェードでいい感じにいってます。ナイスショットです。フェアウェイを捉えてベストポジションです。ナイスショットです。モイカ選手ナイスショットでした。こんな感じの打ち上げのパー4になっています。かなりグリーンはうねっています。打ち上げの残り110ヤードです。先ほどから風がかなり強くなってきており、風は右から左に吹いてます。距離的に言うと3メートルぐらいは左に戻せるんじゃないかと思います。タップインバーディーに近い超ナイスショット、バーディー濃厚です。頑張って入れてください。さあ森川選手ぜひ入れましょう。ナイスバーディー。3番ホール見事に乗せ1バーディーでした。110ヤードを高低差加勢を計算し、見事に7、80センチにつけバーディーとりました。パー4432ヤードですが、432ヤード距離は長いですが打ち下ろしになっています。心配した通り左ラフ、それもかなりのつま先下がり、なおかつ距離が200ヤードアゲンストで回っています。ここはなんとか寄せ番に期待したいと思います。
330ヤード打ち下ろしですが、アゴンスなので非常に難しいです。寄せオンでパーを取ってほしいです。約45ヤードほどあるでしょうか。これはちょっとピンチになってしまいました。ボギーで止めたいところです。昨日アプローチに泣いていましたが、60度から54度に変えて練習したそうです。その成果が出るでしょうか。選手のボギーパット、なんとかこれをねじ込んで踏みとどまってほしいです。残念ながらダボになってしまいました。でもまだワンオーバーでカットライン内に残っています。頑張りましょう。モエカ選手、14番では痛恨のダブルボギーを叩いてしまいましたが、まだカット圏内に残っています。あと4ホール頑張りましょう。15番パー3、170ヤードです。少々打ち上げになっています。右にナイスオンです。なんとかここでねじ込んでバウンスバックを期待したいと思います。ナイスパーでした。パー5ティーショットです。次回パー5なので何とかバーディーを。ナイスショットです。フェアウェイド真ん中、ナイスショットでした。グリーン左のバンカーに向かって200ヤード超に打つと寄せやすいところに、かなりのアゲインストになってます。で飛んでいってると思います。バンカー方向、バンカーに入らないようなクラブで出ると思います。森田選手、2オン狙いでした。このバンカーショットはバンカーからのピンの位置が非常に短く、デリケートなショットになっています。
ちょっとオーバーしてしまいました。なんとかねじ込んでください。よし、非常に惜しいバーディーパットでした。いよいよ残りあと2ホールになりました。165ヤード、17番、パー3です。谷越えのこんな感じのホールになってます。かなり風が吹いてきました。165ヤードとありますが、この風だと180ヤードぐらいは打たないと届かないと思います。帰ってきました。お酒です。今日覚悟もいい。ナイスショットでした。なんとかこれをねじ込んでバーディーを取って予選通過を確実にできればと思います。また別の選手が後ろからアプローチをするので球の転がり具合と多少参考になるかと思います。さあ、なんとかねじ込めるか。予選通過を決めるバーディーパット。ナイスバーディー、エクセレント。ねじ込みました。選手見事に17番パー3で5メートル以上あるパットをねじ込んでイーブンパーに落とし、カットラインの1打前にいます。1打余裕があります。このホールは超向かい風の381ヤードなので、今日のこの夕方の風になると実質は420、30ヤードの女子にとっては難しいホールとなってしまいました。ちょっと右に出てしまったような感じがするんですが、心配です。萌花選手のティーショットは右に出て非常に心配でした。あと1ホールを残して右 OB かと思いましたが、どうやら右側のカートパスに跳ねて距離をだいぶ稼いだような感じがします。残り110ヤードのショットとなります。少し上りのアゲインストです。110ヤードですから120ヤード弱ぐらいのショットが必要だと思います。最後はバーディーで締めたと思います。頑張ってください。ピンに向かってまっすぐ飛んでってます。あと距離次第。なんか良さげです。ナイスショットっぽいです。あ、拍手が沸き起こってます。バーディーパットです。一つでも順位を上げておきたい。これを入れてアンダーにしたいですね。無事パーフィニッシュで通算イーブンパーで初の予選通過です。おめでとうございます。
はい、森川選手おめでとうございます。ありがとうございます。初めての予選通過イーブンパー、はい、今日は2アンダー、昨日が2オーバー、はい、イーブンパーで、見事に予選通過しました。おめでとうございました。ありがとうございます。振り返って、はい、この2日間どうでしたでしょうか。そうですね、2日間ともショットは良かったんですけど、ちょっとアプローチのラフが結構なんか私がやったことない感じのラフで、すごい私がいつも使って60度がすごい下抜けるみたいな、だるま落としみたいな感じで、本当に昨日すっごい苦戦して、それをちょっと昨日終わってから練習していろいろ試して54度とかで開いて打ったらすごい良くなったんで、今日はなんかそれがまだアプローチすごい不安やったんですけど、今日はまだちょっとだけ自信持っていけたんで、まあ、それが予選通過できたなっていうところかな、ところかなと思います。要点、はい、それでは明日の抱負を。そうですね、もう今イーブンパーなんですけど、明日はもう失うもんないんで、もうたくさんバーディー取っていっぱいピン狙っていきたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。明日は5アンダーぐらい出していっぱい、ね、お金稼いでください。いっぱい稼ぎます。ちょっともう選手予選落ちて、もうここ来てるだけで70万ぐらいかかってるんで、大赤字なんで明日は頑張ります。はい、頑張って稼いでください。はい、じゃあまた明日。はい、また明日。はい、はい、今日の晩御飯です。今日は初めて、まあ、2戦目なんですけど、初めて予選突破したんで、チゲじゃなだけじゃなくてトッポギも頼みましたけど、なんか頼みすぎた、多分絶対食べれないです。てかなんかなんか汁が多すぎてちょっとよくわかんないご飯になってるけど、マジ韓国料理大好き。これを食べて、今もう帰ってきたら7時にラウンド終わって8時も半過ぎ、今シャワー浴びたら9時ぐらいなんですけど、明日8時半スタートで5時に絶対起きるんで、パパッと食べて寝たいと思います。では。